こんにちは、デリッシュキッチンです。レンジで抹茶ガトーショコラのご紹介です。ホワイトチョコレート 80g を耐熱容器に手で割りながら入れ、牛乳 120cc と生クリーム 100cc、 無塩バター 50g を加えてふんわりとラップをします。600ワットのレンジで1分から1分30秒加熱し、混ぜて溶かしましょう。砂糖 50g を加えてよく混ぜます。薄力粉 150g と抹茶大さじ2、ベーキングパウダー小さじ2をふるいながら加えて混ぜましょう。耐熱容器にクッキングシートを敷き、生地を流し入れ、ふんわりとラップをします。 2,3 センチの高さから落として空気を抜き、600ワットのレンジで4分ほど加熱して、ラップしたまま3分ほど置きましょう。粗熱が取れたら冷蔵庫で15分以上冷やします。6等分の長方形に切り分け、粉砂糖適量をかけて完成です。レンジでできるお手軽スイーツ、ぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。